はい、皆さんこんにちは。前回ライブディオのキーシリンダーをね取り替えようと思って、これ海外製のね、中国製だと思うんですけど、海外製のこのキーシリンダーをね買ったんですが、以前の動画でねご紹介した通り、だいぶ臭い匂いがねしてきまして、まあ配線がね燃えてるというのが分かりました。これがね、もう一回お見せしますけどね、この部分はね、白い配線がちょっとね茶色くなってるんですよね。この辺でわかるかな。でね、どうも見る限り白い配線がこっち側、ボディ側の方に押されているようなので、ちょっとこの辺ね分解して確認してみたいと思います。なのでどうしようかな。まずこれ外しますか。これねプラスなんで、これを外してね、ちょっとパカンと開けてみて、中の状態ちょっと確認してみたいと思います。ではね、今回はこちらのキーシリンダーの修理ということで、チャンネル登録と高評価ぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いします。では外してみましょうか。これね、プラスなんでね、すぐに開けられて、中はね確認すぐできると思います。あんまりね普段こういう電気的なね作業ってそんなにしないんで、ちょっとね心配なところはありますけども、まあこのぐらいのね簡単な作業だったら大丈夫かなと思いますけどね。はい、今開けました。開けてちょっとわかるかな、これなんかね、これがねダイオードなんですよ。これねダイオードなんですけど、いわゆるこれが逆方向にね電気に流れないようにするための直結防止の回路なんですけど、なんかねダイオードのあたりが燃えてますね。これダイオードがもしかしたらいかれてんのかな。このね白い配線は、あ違うな、これこっちが、あこれね青い配線の下がこういう感じ、ちょっと触れてるんですけど、これは多分ここで合ってるんじゃないかな。ここね、これは多分合ってるんだけど、で燃えてんのはこれなんだよな。これが燃えてる。でこれは大丈夫そうなので、これどうなんすかね。これちょっとこれ以上ばらせるのかな。いけそうな感じは、あいけたいけたいけたわ。外しましょうか。ほいほいと、こういう感じか。はいはい、まあここはねなんてことないんですよ。なんてことない普通の鍵なんで、これはね特に何っていうものではないんで、こっちはちょっとね置いときますね。問題はねこっちなんですよね。こっち側はね特に燃えた形跡はなくて、こっち側がやっぱりねこのダイオードがね燃えてんだよな。これかな、やっぱね一番ね熱かかってんのここっぽいんで、このねダイオード交換してあげればいいのかなっていう感じもしますね。裏の配線見るとこうなってて、これグリーンね、緑赤くるっと回す反対側でね、こっちなんですけど、こっちはね大丈夫ですね。緑赤は緑赤で別にここで接触、まあしてようがしてまいが関係ないって感じですね。同じくこれはブルーですね。ブルーもここなんでくるっと回すとこっち側、このねこの配線なんですけど、この端子が、まあ、ここにねフックとして引っかかって出っ張ってるんですけど、これ自体はね別に同じ端子なんで、ここでもし被覆が剥がれて青のね配線と触れてても特に問題はないと思います。
で、やっぱりこのね、白い配線がここでね、ちょっと焦げてるので、一番の、まあ、焦げた原因はここと、あとね、このダイオードがね、ちょっと溶けてるというのが、まあ状況ですね。これ、どうしようかな。別に、直せるっちゃ直せるけど、ハンダ取って、これ、ダイオードこれあれなんだよ。ちょっと、見ないとわかんないな。ダイオード調べますか、ちょっとね。確認してみましょう。さてと、ちょ念のためね、テスター持ってきました。で、このね、ダイオードの、まあ、通電がね、まあできてんのかどうか、できてても別にこんな燃えてるダイオード、燃えてるダイオード点検してどうするんだって話もあるんですけどね。一応、やるだけやってみますか。これね、ストレートのサーキットテスターなんですけど、ここにね、ダイオードのね、点検レンジがあるんですよ、これ。ダイオードのね、チェックレンジなんで、ここにします。で、このね、ダイオードに、まあ、テスター当てて、どっちがアノードだ？どっち、こっちがアノードかな？こうなって、こっちにね、こっちが多分アノードだと思います。ダイオードの見方なんか忘れたよ、もう。古すぎて。で、仮想度。あ、一応電気通ってますね。あ、濃度仮想度合ってたわ。で、逆だと、まあ、通電しないっていうね、まあ、はずですよ。通電するじゃん。何これ。だから、パンクしてるってこと？結局は。そういうことだよね、これね。これ、合ってんのかな、その前に。この通電試験の方法自体が。このレンジだってこれあれですよね、ダイオードのチェックレンジですよね。今あれ、これが逆接されてる。あ、通電しない、通電しなくなった。これ今多分逆なんですよ。逆だから電気来ないはずで合ってて、こっちだと電気来るはずなんですよね。うん、これは合ってんだよな。だからアノード仮想度だと思うんですけど、こっち、今通電しなかったよね、一瞬。あ、しなかったな。あ、するわ。接触不良かも。まあまあまあ、こんだけね、ダイオード燃えてるんで、それはね、多分ぶっ壊れるんですよ。なんで壊れたか全然理由わかんないんですけどね。多分、まあ、こんだけ、ね、燃えてますし、今アノード仮想度逆にしたら通電しちゃったんで、まあこれでしょうね、多分ね。でもあれなのかな、まあショートしてるから、まあどっちにしてもダメか、ダメなんでね。じゃあちょっとなんとかしましょうか。なんとかするって言ってもな、こんなの交換する、交換していいのこれ、いいのっつうか。あとこれなんだ、透明だな、スイッチングダイオード的なやつ、もしかして、普通のあの黒いやつじゃなくて、なんか透明なガラスっぽいあの見た目のやつがね、使われてるっぽいんですけどね。じゃあまあちょっとどうするか考えますわ。これはこれでしょうがないんで、試しにね、普通に抵抗レンジでも調べてみます。抵抗レンジでもね、逆方向に電気通らなくなるのは、その通りなんで、これやってみますけど、これが今逆だ、こっちだ。こうか。こうですね。これで、29.5。通電してますよね。こっち。接触。はい。30オーム。ほぼ一緒。だ、通電してる、どっちも通電してんだ、これ。どっち向きも通電してるってことは、やっぱり、ダイオードとしてはもう、機能してないわ。ダメじゃん。ああ、そっかそっか。わかりました。じゃあ、ちょっとね。原車のね、キーがない方のね、キーシリンダー、ちょっとあっちも、
チェックしてみようかな。そしたら同じですからね、構造的にはね。ちょっとあっちもね、ちょっとチェックしてみます。さて、じゃあね、ライブディオから今純正の方のキーシリンダーを持ってきました。これをね、開けてちょっとさっきのダイオードをねチェックしたいんでね、開けたいんですけど、ああこれトルクスになってんだ。あ、そう、じゃあトルクスネジいるな。トルクスネジってことは、ちょっと待ってくださいね、今持ってきますね。はいはい、お待たせしました。今ね、ツール持ってきました。どれだ、あ、これあれじゃない、いじり止め、いじり止めがついてるやつかな。ああそうだわ、いじり止めか。じゃあこれじゃダメだわ、もう一個の方持ってきます。しょうがないな。はいはい、お待たせしました。暑かった。これをね持ってきたんだけど、サビサビなんだよな。もうね、外に置いてあるんでね、みんな錆びちゃうんですよね。ね、どれだろう、いじり止め、これかな、これかもしれないな。入るかな。あ、でかい、全然でかい。これじゃないじゃん。もう一個下、もう一個下入るか。え、ダメだ、もう一個下、あと2個しかないけど入んのかな。あ、来た、これだ。こんなちっちゃいんだね。これ手で回る、あ、手で回るわ。まあ回るよな、樹脂だもんないで。じゃあちょっとこれ外してみましょう。ほい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 。あ、結構なんか頑丈なネジ、あ、ネジロック材も付いてますね。これね、ネジロック材ついて、ちゃんとねカラーが入ってるような感じですね。じゃあこっちも外してみようかな。あ、なんか浮いてくるな、浮いてくるから、ちょっと押さえるか、押さえながら回さないとな。あのビヨーンって何かが出てくる可能性がねあるんで、そうならないようにちょっと慎重に外します。いいと。これで、お、あ、すごい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 わ、バネが。これだわ、これの反力がめちゃくちゃある。はい、でこっちはね、あの特に今回は使わないんで、これは置いときます。で問題はね、こっちね、こっちのこの黒い蓋を外すと例のねダイオードが出てくるんですけど、ここがフックになってるのかな。あれ、硬いな、どうなってんのこれ。こっちか、こっちにずらすのかな。こっちにずらして上げんのか、そんな感じだよな、これ構造的に。なんかなんかでマイナスとかでちょっと位置を出すか、これでね、シュッと刺して、これで取れるべ、取れない、取れないね、取れてほしいんだけど。あ、でもね、いけそう、いけそうだわ、ほら、あ、外れた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 、あ、来た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 、ほいほい、はい、来た。構造一緒ですね。やっぱりここにもダイオードが入ってますね。このダイオードによってね、整流して直結防止ということをしている。まあ構造はね一緒ですよね。ね、どれだっけ、燃えたやつ、ね、燃えたやつ、これか。これね、比べると分かるんですけど、一応でもね、ダイオードの方向もね合ってるんですよ。アノード仮想度ちゃんと合ってるんで。まあね、逆接、まあ逆接だったらそもそも電源入んないはずなんで、まあ入った上で燃えてるんで、やっぱりこいつに問題があったとしか、まあね、考えにくいですよね。うん。まあとりあえずね、ちょっともうこっちはね、もう燃えちゃってるし、あとね、これ匂い。匂い嗅ぐとね、頭部の発線系ってわかります？あの発線系じゃないや、五線系？五線系かな？発線系もそうかもしれない。いわゆるね、
あの、翼足回生ブレーキがついてない頭部の、あの電車ってブレーキかけるとブレーキのあのシュパッドが擦れてめちゃくちゃあの樹脂が焦げる匂いするんですよ。あれレジンでね固めた、まあ、いわゆる静輪紙っていうね、まあ、車でいうブレーキパッドなんですけど、あれがね焦げた匂いがねこっからもしてるんですよ。あの懐かしい頭部の匂い、頭部電車の匂いがねこっからしてますからね、まあ、これじゃあ頭部電車は置いといて、じゃあねこれをね、じゃあこれさっきのこれ外したこれキーシリンダーね、あの燃えちゃった方のこの組み合わせのキーシリンダーのこれにねこいつをね、まあ、スワップする形でこういう形でね、で使えばいいんじゃねえの説がちょっと今あるんでやってみましょうかね、とりあえずね。あとねちょっとこういうとこ見るとね、まあ接点がだいぶねあのサビっていうか青サビがね出てるんで、この辺はまあ接点復活剤でもまあぶちまいといて電源が通ればね問題ないのかなという感じですね。じゃあこれとねこれ組み合わせてちょっとやってみようかな。なんでこれこっちこんな弱くてこっちこんな強いんだろう。スプリングの種類が違うんだな多分な。スプリングは多分こっち強いんだろうな。あれ抜けねえな。だいぶ硬いのかな。だいぶあ来た来た来た。あうん、スプリングはね硬いですね。スプリングが硬いんで多分このねあの反力の強さに影響してるんだと思います。あとのこのねクリックポイントをつけるためのボールも入ってますね。このクリックポイント、このボールがあの谷をね乗り越えるときにこうカチンカチンカチンというこう接度感を生み出すためのボールが入ってるということですね。じゃあじゃあこっち、あどっちだっけ、こっちはすってこれはいらないんだな。だからこっちにあ違うよ、これはいらない方、こっちが捨てで、こっちが新しい方をつけちゃうからね。でこれにこれをつけてね、これねつけてでこうですよね。つくのかな、ちょっとサイズが違うのかな。あでもつくっちゃつくな、うん、つくっちゃつく、あ大丈夫っぽいな。これにこのこいつをねつけてで、まあ、これが動けばねいいんで大丈夫ですね。ロックもかかるし、はい、じゃあちょっとこれで組み付けしてみましょう。どうなるか楽しみですけどね。また燃えないまた燃えたら困るな、どうしようかな。そしたら考えます。そしたらじゃあちょっと組み立てていきます。ちなみになんですけど、こっちのねダイオードも生きてるかどうかというか、ダイオードはねこのテスターを使ってどういう、まあ、動きをするのかっていうのちょっとね興味があって見てみたいんで当ててみます。テスターをとりあえずねダイオードのレンジにして、なんかねこの辺これかダイオードね、これにしてでアノード仮想度だからこっちがアノード、こっちが仮想度合ってる、こういう感じかな。でねちょっと当ててみると、こっちはね通電ありです。まああるはずなんですよ。じゃあね逆をつけてみます。逆は通電しないですね。こっちがアノード仮想度、こっちはね通電ありですが、仮想度アノードですると通電なくなりますね。ということはねこのダイオードは生きてるということになります。まあ生きてるはずなんですけど、あのダイオードのねチェックってまあ基本そんなにあの普段やらないんでね、あのどういうそのチェックをねするかっていうちょっと勉強の意味も兼ねてちょっと今回やってみました。一応これは正常動作するものという確認が取れましたんで、じゃあね組み立てしていきたいと思います。はい、ではね買ってきた新しいキーシリンダーにもともとついていた純正のこの端子をね取り付けしました。ぴったりくっついてくれたんでまあ問題ないでしょう。あとハーネスもねあのこちらのように
延長されたハーネスとカプラで接続するわけではなくて、直接バイクの本体から来ている黒い三端子のカプラ、平端子カプラをサクッと刺せばこれで解決するということなんで、まあ、さらにね、あのハーネスがすっきりするかなという感じですね。じゃあこれをちょっと取り付けて、ダイヤモンドが問題なければ普通にね、あの燃える匂いを出すこともなく使えるはずなんで、さあじゃあ試してみますか。これまで燃えたらどうしようっていうね、ちょっと心配もありますけど、まあでも構造大体分かったんで、まあもしね燃えたらダイヤモンド変えますかね。なんとかやってみます。じゃあ取り付けします。さてではね、さっきのこいつ、とりあえずね元に戻った、元に戻ったっていうかあれですよね、組み替えしたって感じですよね。なんでこれでね、あとはここにサクッと刺せばこれで解決なんですがね、以前はこれで、まあ、燃えたわけです、配線がね。なんでさてこれがね燃えずに済むか試してみますか。ちょっと怖いですけどね。じゃあちょっとバッテリーね接続してみます。はい、バッテリー端子をねこっちをねつけました。こっち側とこっちはねボディアースしてあります。これでねちょっとやってみます。ちょっと緊張しますね。はい、じゃあオンにしますよ。オン。はい、オンにしました。まずウィンカーね、ウィンカーつくか。うん、つくつく。はい。で、ブレーキランプね。じゃあお次はね、セルモーター回すんですけど、ブレーキをね、こちらでちょっと一回ロックしますね。ロックして、スターターね、回してみます。これ一瞬だけ回しますね。お、うん、なんか引っかかってんな。まあ、これは大丈夫でしょう。お、来た。うん、大丈夫ですね。はい。で、セルはね、ちゃんと回りましたんで、まあ、これで問題ないと思います。で、肝心のね、キーシリンダーですけど、まあ、燃えてません。燃えてませんっていうね、故障診断ないんですよ。燃えてませんはね、当たり前なんですけどね。まあ、燃えずに済みました。なんで、やっぱりね、あれ、中古で買ったね、中古じゃねえや、新品で買った海外製のキーシリンダーの、この背面のね、端子、ここに入っていたダイオードが悪さをしていたということで、まず間違いないですね。なのでね、あれはあれで、まあ、ダイオード変えればね、復活すると思うんですけど、まあ、そもそもね、まあ、これについてた、こいつについてたキーシリンダーはね、キー欠品してるんでね、どっちにしてもあのキーシリンダー使えないんで、まあ、用途はなさそうですけどね、あれと持っててもね。まあ、なので、じゃどうするか、まあ、捨てちゃうと思いますけど、多分ね。まあ、そういう感じで、今回はね、こちらのライブディオのね、キーシリンダー、とりあえず交換というかね、中身のね、組み替えをしました。本当はね、こんな作業の前に、てか普通にエンジン下ろして、クランクベアリング交換とかね、そういうことをしたかったのに、なんでこんな作業をしてんだって話なんですけど、まあたまたまね、購入した海外製のキーシリンダーが、まあなんか電装のね、問題があって燃えちゃったっていう話があったんで、まあ今回はこういうね、イレギュラーな作業がありましたけど、まあ、何かしらね、ご参考にしていただければと思います。まあこういうこともありますよという感じですね。では今回の動画は以上で終わりにします。チャンネル登録と高評価お待ちしてます。どうでいい、手がでかい。もうね、近づきすぎ。高評価お待ちしてますのでよろしくお願いします。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。